はい、皆さんこんにちは。今日もボルダリングフリークライミングの内容とは離れたところでお伝えしてまいります。昨日ねちょっとね YouTube 見てたら外国のね、方が、西洋アメリカ人かな、よくわかんないけど外国の、ジョンっていう人がやってる日本紹介の YouTube のライブチャンネルがあって、でそのねを偶然見つけてしまってで見てたんですよね。でまあちょっとすごい英語に興味があって、でまあいろいろ英語で聞ける番組ないかなと思って、見てたらこう30分か1時間ぐらいでなんかいろいろ日本の各所ですね紹介している、外国のまあ日本在住だと思うんですけど、そういう方がやってて、もうねその人のメインチャンネルはメインは127万とかだったな、チャンネル登録者がいて、サブの方のそれは何万人かな、これはメインの方はちゃんと作り込んであって、ライブ用のチャンネルっていうのもあって、それはもうなんかライブをずっとしてるんですよね。なんかスマホにこうスタビライザーみたいなこうなんかこうつけて揺れないようにする装置をつけて、でこれをなんか自撮りとかたどりとかだからメインカメラとインカメラというか自分を向けるカメラとこう切り替えながらね iPhone みたいなやつで、撮ってるやつなんですね。でまあなんか30分か1時間ぐらいの番組が多かったんですけど、だからそれをなんか旅をすることが多かったかな。いろんなこう山形行ったりとか、なんかいろんなところを浅草行ったり、まあいろいろこう東京駅とか、うん、なんかいろんなところを旅して回ると。で、なんか日本がお好きな方みたいで、まあいろんなところにね、出て行ってライブの中継をしてて、でなんかねこうすごいねライブの中継ねむっちゃ楽しそうなんですよね。いいおっさんなんです。多分40代30代かな、20代ではないと思います。白髪の具合とかから見てね、なんかねすっごい楽しそうに喋ってるんですよ。で奥さんだと思うんですけど、お連れの女性の方もすっごい楽しそうにね深夜の羽田空港とかを探検したりとかね、でやっています。で多分すごそれで生活できるぐらい、127万人もね多分登録者がいて、スーパーチャットでスパチャスパチャって呼ばれてるんですけど、その投げ銭とかでね結構100ドルとか結構飛び交ってて、100ドルで多分1万円以上なんですよね多分ね、とかの結構高額なチャットとかもスパチャとかも投げられてて、楽しそうに感じました。でなんかねそれに感化されて、なんか自分もライブチャンネルは絶対ねやりたいなと思ってて、でこの辺のね宮崎県のなんか紹介できるやつとかやれたらいいなって思って、います。でまあいろんなね多分最初は空港とかあと宮崎駅とかね、めっちゃしょぼしょぼなんですけどねあとまあ行きそうな観光地まあどこなんだろうな、ちょっと今ネットで調べたんですけど、なんかそういうのとかもねいろいろ当たってみようかなとは思っています。で観光地まあそういったところ、でこれ多分ね日本語でやってもねぶっちゃけそんなに面白くないかもしれないですね。だからまあ2つ作ればいいですね、日本語と英語とね、日本語と英語と、多分日本語多分あんま人気が出ないんじゃないかなと私は思ってます。英語の方が多分
2つ作ってみればいいよね。行くのはね、1回で、ね、車で回ればいいから、ね、そういうのを作ってみて、で、まあ、ライブチャットとかも、うん、やってみたいなって。でも、ちょっと、あんまり英語ね、そんな分かってるわけじゃないから、そこまで行くかどうか分かんなくて、うん、まあ、宮崎、まあ、そんなにね、詳しく、宮崎県民がやってるっていうところ、あんまなかったんで、そういうのもあってもいいかなと思います。で、あと、まあ、いろいろ、自分、山が好きなんで、山登り、あと、もともとロッククライミングしてたんで、ビリーヤーいるかなビリーヤー誰かなってほしいけどな。うん、なんかそういう紹介とかもできるし、あとなんか釣りとかも好きだったから、釣りもしてみたいなと思います。なんかライブチャットしながら釣りとかね、なんか結構ワクワクするじゃないですか。うん。で、全然ベラベラ喋りながら、私やれるんで、海釣りも、夏釣りもね、なんか、海とかでやってみたいなとは思います。で、あと、ライブチャットしながらキャンプとか楽しそうですけど、電波どうなるんっていう話ですね。あと、あんまり喋りすぎるとなんか気持ち悪いですよね。なんか、うん、キャンプ。ね、キャンプ楽しいですよね。で、もともと山登り、めっちゃ、マニアックになってて、うん、なんか山岳部だったんで、山岳部チックだキャンプとかね、もいいかもしれないですね。はい。で、なんかそういうワイワイしてるのの動画を撮るような感じ。うん。なんかね、これをね、英語でできたら、結構人気が出るような気がするんですよね。なんかわかんないけど。ね。で、こういろいろ今思ったのは、このね、世の中にあるビジネスって、意外とそんなに凡人でも、私凡人ですよ。もう全然ね、なんかすごいことができるっていうのは、ほんのちょっとしかないんですけど、なんかそういう知識のあるところ、まあ、ボルダリングジムとかのね、経営とかはね、多分、日本でも有数の、うん、上から100番とかには入りそうな気がします。やってる人数が少なくて特殊だからですね。それはそうなんでしょうけどね。まあ、いろんなね、平凡なものを、どんどん平凡なやつと平凡なやつを掛け合わせて、こう、貴重なものを作る。うん、なんかそういう能力があって、で、楽しそうに見せたら、意外といけんじゃねえみたいな、ところを考えてます。で、もうなんか、今までね、そうやりたくもなかったような、なんか、なんかホールド作りだから、そっちに縛られちゃってて、なんか新しいアイディアが出てこなかったんですけど、なんか今からね、2020年はいろんなものに、チャレンジしてみて、で、ダメだったやつはもうバンバンやめていくと、はい、そういうことを考えてます。まあ、当たるかどうか知らないですけどね、やってみたいと思います。あとあれはね、来月2月から、宮崎はキャンプシーズンに入ります。で、キャンプシーズンってトレーニングキャンプですね。プロ野球 J リーグね。ね。J リーグあるんで、もう再来週ぐらいからか、キャンプ地周りは絶対しようかなと思いますね。なんか楽しそうなんで、はい、そういったところでございました。はい、ありがとうございます。